あなたの結婚式の引き出物で外せないのは？ A. カタログギフト。 B. 知る人ぞ知る名店のお菓子。 C. 手書きメッセージ。 D. 食器やカップ。この問題でわかるのは、結婚相手に求めるものです。結婚式は、これまでお世話になってきた人に新しい出発を見届けてもらう大切な儀式です。引き出物は、夫婦からの最初のご挨拶の品と言えるでしょう。何をお持ち帰りいただくかで、あなたが結婚相手に求めるものがわかります。カタログギフトを選んだあなた、結婚相手に求めるものは財力です。ゲストに自分の好きなものを選んでいただけるため人気のカタログギフト。合理的で無駄がなく、コンパクトにお持ち帰りいただける一品です。ただもらう立場からすると、予算が推測できるアイテムでもあります。つまり、あなたにとって最大の関心はお金にありそう。財力や財産があるかどうかが、結婚の最大の決め手になるでしょう。知る人ぞ知る名店のお菓子を選んだあなた、結婚相手に求めるものは価値観の一致です。バームクーヘンや日持ちのするケーキ、金平糖や紅白のお饅頭など、引き菓子には新郎新婦のセンスが反映されます。知る人ぞ知る名店の美味しさをお持ち帰りいただきたいと考えるのは、あなたが普段からこだわりを持って人と向き合っているからこそ生まれる発想です。結婚においても価値観の一致が鍵になりそう。手書きメッセージを選んだあなた、結婚相手に求めるものは理解力です。結婚においてあなたが最も重視しているのは、コミュニケーション能力のようです。結婚式に参列してくださったゲストに真心を込めたメッセージをつけたいと考えるのは、人とのつながりや分かり合える幸せを大事にしているから。パートナーには何でも話したいし、一番の味方でいてほしいと望むはず。重視しているのは理解力です。食器やカップを選んだあなた、結婚相手に求めるものは愛です。古くから食器やお皿は愛のシンボルとされています。食べ物や飲み物を入れる容器は、生きるエネルギーの源になり、愛のイメージと重なったためでしょう。引き出物にお客様に使っていただけるテーブルウェアを選んだあなたは、一家団らんを大事に考えています。結婚の決め手になるのは愛。心から好きかどうかが鍵となるはず。